重骨。またいる？戦闘すると向き分かんなくなる。まだいるんだ。ボスか。おお、体当たり。まっすぐ行ってちょっと右、ええー、ででなんか出たー。なんちゅう、なんちゅう。ああそれか、びっくりした。噴射、なんか噴射。自爆してねえか。メッセージある。間もある。上が有効だ。本当に？登れそうではあるが。あ、嘘くせえな、なんかな。あ、でもこんなに綺麗に登れる階段状になってんのに、これ何もなかったらさすがにそれ嘘だよな。ないわけないか、こんなんで。これだけ登らされて。あったわ。8か。夢みたい。いやー、霧というかこれなければね。確かに景色いいんだろうけど。で、向こうね、向きは。間違った方に。降りてきたんじゃないか俺は。こういうちょどうなってる。さらに降りるのか。そんな登ったのかこれ。怖っ。向き的にはあっちの方。こっち側から行くのやだな。あれ終わり。端っこだねこれ。なんかこれでルートに戻れる？戻れそう。これ何なんだろうね毎回。何だろう。ちょっと追ってってみる。いや、これでもあれじゃないの？
洞窟のありかを教えてくれる系じゃないの？ろうそくってこういう仕組み？前も見た時に多分こういうの見なかった気がするんだけど、調べるってやんないとダメってことか。調べなかったかな。よたよた歩いてる。なんかいる。赤狼だ。うわ、うん、きついな。どうしよう。逃げたい。どこ行ったかな。いっち、うわ、これめちゃくちゃ追ってくんな。これだったのかな。隠れてます。あ、いや、入った方がいいのか、これ。入るか。これ違うね、あれとは違う。あれ？調べらんない。やべ、行くわ。地下墓とは違うとこだったよね。あ、なんか別、全く別のとこ飛んだ？あ、そもそもこれあれか。崖があって通れないから、あれ入らざるを得なかったみたいな感じ？地下墓とは違う場所を示してるんで、ルートっぽいね、これが。こっちは霧が晴れてる。霧というか、吹雪というか。さあ、飛んできたのがここで、これはこの崖を境目にして、こっちは吹雪いてて、こっちは吹雪いてないのか。不思議だ。瓶ちょっと増えた。あー、分かれてんね。なんか塔があるね。あれ赤狼か、違うか。分かんねえ。いや、進んでみよう。
前にさ、祝福ないときついんだが、一回。降りれそうだね。いや、探そう、祝福を。できるなぁ。化身出んのかな、これ。毒のやつ？2発。なんか釣られてる。その黄金樹は、あ、マップに出るね。またそのうち行くわ。ぬくもり、あれでしょ、あの瓶のやつだよね。2つ組み合わせ瓶のあれが増えるんだと思うんだけど。あ、取ったのか。敵はいるんだ。進んでいるな。で、マップがそこ、うわー、離れていってる。雷、うわ、竜とか出そうなんだけど。また雷の音聞くと、いや、下っていくしかないね、これ。光ってるな、なんか。祝福、あれ、これ白金だ。ちょっと硬い。うわー、あれ何？白金の家みたいな。祝福が欲しい、まずは。中入らないとダメか？うわー、色がなんか神々しいね、すごい。入ってみる？マップないんだけど。ダンジョンかな。なんだ？天霊街オルディナ。あ、違う、祝福じゃねえのか。獣はいる。あー、あったあったあった。ようやくだわ。瓶振り分けよう。あとレベルも上げよう。上がるよね、多分。上がる。体力を50まで上げよう。で、聖杯瓶。12-2かな。これでいこう。さあ、これ入るの？夜になんか起きるの？ん？狼の魂。ミケラの推理。ミケラってあの双子のミケラ？誰かいる。どうも。話せないやつ。よく見ろって。よく見ないとダメなやつ。通れそうだけどね。通れない。
上とかに登れる。夜になると変わるとか。わあ、獣が開かないし、狙撃手がいる？奥まで行けそうだけど、なんか？なんだここ本当に。あ、これ封印？謎解きか。風牢の4像に火を灯せ。風牢の4つの像に火を灯せ。うおー。火を灯せ。松明とか持ってた方がよくない？これでなんか火つけてすんのかな、わかんねえけど すごい適当なこと言ってるけど、これやんないとそこが開かない系かな。今閉まってる感じこれって感じか。風牢の四隅っつって書いてあるけど、中の4箇所でいいの？それとも風呂が4つある？風呂の4蔵に行きます。わあ、はい、獣がいた場所とかかな。4蔵見えないとかじゃないの多分。あ、でも出れないね。あ、じゃあ普通に見えるとこにいるのかな。乗れない。4つの像に火を灯せ。像。像っていうのは、本当に象なのか。お、狙撃手。隠れているのか。1個目見つかんないとね、目安が分かんないもんね。うわ、だだだだ、でー！これなんかなかったっけ？え、地獄すぎん？なんかその見えるようになるやつ、なんか見えるようになるやつ、これわかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。雪の上じゃないとわかんない。うわー、これはきつい。うそー。
なんかなかった？見えるようになるみたいな。見えるように、なんかないと無理よ、あれは。見えるようになる。ヒント？ヒント、透明。これ、姿なき視覚。これ見えんの？これで。わかんない。見えなかったよね。ルーン、どこに？あ、表の世界に。俺が戦ったのはここでしょ？え？こいつが、でも関係ないよね。うわ、どういうこっちゃ？あの亡霊が動くっていうんだったら、ここにも獣いるし、こいつもいるからね。行くぞ。見える？これで。あ、こうやると見えるとか、掲げると見える。わ、拭いてる。これが戦技になる、んだね。火をつけろ、象に火をつけろ。ちょっと見えないじゃん。でなんかある、これ。いや、さすがにこれは無理よ。なんか、補助で、なんかある。これ回帰制限、いや、知力今ないのよ。うわ、これちょっと、あそこを通らないようにして何だかする。見つかったら終わりじゃん、あいつに。えげつない、恐ろしいまでにえげつない。落としたのどこだっけ。中に入らない説あるな、これ。ん？象ってこれ？やっぱ風呂の中じゃダメ？
危ねえ。もうちょっと明後日から入るか。氷結。なんかいっぱいいるんだよな亡霊が。夜って何か起きるかな。なんだあれ。そんなところ何してんの。ちょっと強そうだよ。違う。なんか落としそうだけど。あ、なんか腐ってる俺。腐敗した投手だって。わあ。大野と足。大野。どれだ。これか。腐敗した大野。赤い腐敗を与えるだって。覚悟とともに腰を落とし踏ん張る。4つの像と、あと俺やられたとこどこだ。見えねえな。上か。どっから登ったんだ俺。祝福これか。ちょっと先月使っちゃったからね。一回行くしよう。これが象なのかって考えると、この象を守るところそれぞれにさ、あいついそうじゃない。どこだ。この辺か。そっか、俺ここまで追い詰められたんだ。そう。入るぞ。乗れなくなるからな、入っちゃうとな。インプ像、風浪の4像。乗れない。蝶がいる。うわっ、どう。きつすぎる。うて。くわ、無理。いや、さすがにこれ多分なんかあるでしょ。入る前に何か起きるはずよ。全く見えない状態での戦闘はさすがに無理よ。だから風浪に入ってなんかするんじゃないんじゃない？あれ？黒シリーズじゃん。絶景があるぞ。種を捧げよう。なんかあんの？別になんかあんの？
いやー、謎解き、謎解き、あ、復活してるっぽいね。あそこにも登れるはしご見えるから、これだ。炎をつけるとその周りで敵が見えるとかってないのかな。わかんねえな。何すんだろうなこれ。夜、夜でなんか起きる？いやー、ちょっと夜、夜にするか。では時間を潰す。夜、さあ、なんか起きるかな。うわー、分からん。この先よく見、よく見ろ。よく見ろ。よく見ろ。火をつけろ。指、え？ダメだ、まるで分からん。うおー、中入っちゃうと即終了しそうなので、でもこれがなんか怪しいんだよね、なんかね。さっきのさ、黒装備でさ、なんか弱点とか乗ってない？黒装備、どれだ、黒装備、わかんねえな。黒い四角だっけ、これか。すべて女性なの。音を立てぬスケールアーマー、相手が見えるようになる系のアイテム。俺も持ってるんだよな、透明になるやつな。獣の声みたいな、なんかうっすら聞こえるんだけど。いや、これ中に入ってなんかするんじゃないんじゃない、マジで。風浪の四蔵、わかんねえ。一個目がわかんない、マジで。上になんかあんだよね。やつらを回避して、なんかする術があるのかな。今のもトレントないと多分来れない感じだったよね。あなたたち何がしたいの？
わからん。よく見ろ。うわー、これはね、わかんねえな。誰もいないしな。とんでもないところにヒントが隠されていたりする？ルーン。なんだろうな。こいつら亡霊よね。あの世界に行くと俺が襲ってくるっていうこと？うーわ、わからん。貴重なアイテムが必要だ。なんか持ってないの俺、必要なものを。え、なんか専用の暴く松明みたいなのがあったりするのかな。暴き松明。わかんねえな。よし、これは諦めよう。ではですね、まあ今回ラザゴン戦、獣戦でかなり消耗したので一旦ここまでにしよう。で、戻ってで、ここのマップを取りに行く感じだね。あ、でもここなんかしないと進めないのかな。とりあえずマップ開ければなんかまたいろいろ起きると思うんだけど、あとこの黄金樹も行ってないし、この先の墳墓も入ってないから、まあここに戻ってもよし、とりあえずマップを探しに行くもよ。まあマップだろうな、まずはな。ということで次回まずマップを。探しに行くところから始まると思います。ということで今回ここまでにいたしましょう。また次回、悔しいけどね。それではまた。あ、なんかある。あれだけ取ろう。落ちたー。ちょっと待って、こう意外とむずいのよ。この辺から？よくやった。カッコとカッコ、はい。別にどうでもよかったか。ということでここまでにいたします。それではまた。